お元気ですか？ボクシュビでございます。今回は BBM2019 横浜 GNA ベイスターズ70周年ベースボールカード開封動画後編の10パック開封していきたいと思います。それではね、開封していきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。鈴木隆則外野手でございます。桑田武史内野手でございます。掛畑光則投手でございます。相川良二捕手でございます。元井光雄内野手でございます。2袋目でございます。村田修一内野手でございます。山崎康明投手でございます。スピン内野手でございます。秋山昇投手でございます。で、平松正治投手のカードでございます。3袋目でございます。森田浩輝投手でございます。高橋茂幸投手でございます。で、これが、太陽時代、あ、ごめんなさい、太陽球団のね、カードでございます。井野翔一投手でございます。加藤博和外野手でございます。4袋目でございます。新浦久男投手でございます。横浜ベイスターズ時代のこれカードでございます。佐々木和弘投手でございます。大魔神でございます。重松正三外野手でございます。長田幸男外野手でございます。5袋目でございます。ホセ・ロペス内野手でございます。高木義和外野手でございます。三原治監督でございます。宮那須人志外野手でございます。で、三浦大輔投手でございます。現在の監督でいらっしゃいます。6袋目でございます。長崎健一外野手でございます。圭一選手でございます。長崎圭一選手でございます。はい。カルロス・ポンセ外野手でございます。東克樹投手でございます。田村仁志外野手でございます。谷重元信捕手でございます。7袋目でございます。タイロン・ウッズ内野手でございます。石井拓郎内野手でございます。山崎健一外野手でございます。川村武雄投手でございます。島田源太郎投手でございます。8袋目でございます。
石川武博内野手でございます。横浜太陽ホエールズ時代のこれカードでございます。でタイロン・ウッズ内野手でございます。中塚正幸外野手でございます。で田代富夫三塁手のカードでございます。9袋目でございます。で横浜球団が TBS の傘下になった時のこれカードでございます。内川誠一内野手でございます。野村治投手でございます。アレックス・ラミレス監督でございます。梶谷隆之外野手でございます。で最後の10袋目でございます。長田幸男外野手でございます。横山幸也投手でございます。日本ハムにもね在籍しておりました。佐々木和弘投手でございます。宮崎敏郎内野手でございます。そして最後は新浦久男投手でございます。以上で BBM2029 ごめんなさい BBM2019 横浜 DeNA ベイスターズ70周年ベースボールカード開封動画後編の10パック終わりたいと思います。で、今後はですね、しばらくの間は、開封動画はお休みとしまして、またね、総集編なんかやりたいと思います。はい。またね、たくさんのね、直筆サインカードとかね、いっぱい出ましたのでね、そういった総集編の方も、やっていきたいと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。はい。で、メンバーシップでは、アイドルの開封動画をやっておりますのでね、もし興味のある方はね、メンバーシップもよろしくお願いいたします。はい。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。